皆さんこんばんは。今回は昭和のプロレスブームを巻き起こしたスーパースター力道山さんについてご紹介していきます。プロレス界の父と言われる力道山さん、彼の功績や人間性についてご紹介していきます。日本のプロレスの父と呼ばれている力道山さんは日本統治時代の北朝鮮生まれであり、本名はキムシラクと言われています。そんな力道山さんが日本に来た理由について、相撲取りとなるためだったそうです。1940年に二所ノ関部屋に入門し、最終的には関脇まで昇進しています。一流力士だった力道山さんでしたが、主壁が悪いということで有名だったそうで、酔うとトラブルばかり起こしたり、金銭トラブルなども起こしていたそうです。そういった素行不良により、追放に近い形で1950年に大相撲を引退することになりました。ちなみに力道山さんが日本国籍を取得したのが大相撲引退直後だったようです。その後の力道山さんは谷町筋の関係で建築会社の現場監督をしていた時期もあったようです。そして主壁の悪い力道山はある日ナイトクラブで喧嘩になり、その際に知り合った日系人レスラーハロルド坂田さんの誘いを受けてプロレスラーに転身したそうです。それから力道山は坂田の勧めで港区芝にあったシュライナーズクラブでプロレスの指導を受けるようになったそうです。そして1952年にアメリカへ武者修行の旅へと出かけることとなりました。彼は渡米中、プロレスラーとしての修行と並行して語学はもちろん興行師としてのノウハウや業界関係者との人間関係を築いていました。アメリカでの1年以上にわたる武者修行を終え、帰国するとすぐに動き始め、1955年日本プロレス協会を設立することとなります。彼はアメリカで築いた人脈を利用しながら自らアメリカ側との交渉を行い、日本に NWA 世界タッグチャンピオンのシャープ兄弟を招くことに成功し、世界タイトルマッチを実現させます。そして始まったばかりのテレビ放送も相まって、ここから日本の一大プロレスブームを巻き起こすこととなります。この世界タイトルマッチでコンビを組んだのが日本柔道界最強と謳われている木村正彦さんでした。しかし木村正彦さんは相手の技を受けるといったプロレス独特のスタイルに適応できず、シャープ兄弟との戦いでいつも負け役を担わされたそうです。そしてその木村正彦さんを力道山さんが空手チョップで救い出し、相手レスラーを倒すという一連の展開に嫌気がさし、力道山さんとの間に亀裂が入るようになりました。後に木村正彦さんは力道山さんと袂を分かち、自身の団体で興行を打つことになります。その後木村正彦さんは朝日新聞記者に、力道山のプロレスはジェスチャーの多いショーだ、真剣勝負なら負けないと挑戦を表明したそうです。当時は相撲界と柔道界、日本を代表する二大格闘技を代表する二人の対決は当然大きな話題となり、巌流島の決闘と呼ばれていました。そしてこの試合で勝利を収めたことで力道山さんはいよいよ黄金時代を築き出すことになります。しかしこの試合は力道山さんに有利なルールであったり、力道山さんが木村正彦さんに対し一試合目は引き分けと書かれた念書を試合前に渡していたことをマスコミに公開し、この試合がいわゆる八百長であったと証言があり、疑念の残る試合となったそうです。そういったこともありましたが、力道山さんが日本に巻き起こしたプロレスブームの勢いはものすごく、1963年5月に放送されているザ・デストロイヤー対力道山は平均 64.0% もの異次元の高視聴率を叩き出すなど、当時の日本ナンバーワン人気のスポーツでした。当然力道山さんが社長を務める日本プロレスの売り上げも桁違いだったようで、1回の興行をするのに現在の紙幣価値でいうと約数千万円単位の売り上げがあったようです。一躍大富豪となった力道山さんは海外巡業に出向くたびに数台の外車を購入していたと言われております。そんな力道山さんのお気に入りの愛車はベンツガルウィング 300SL とだそうで、現在の紙幣価値で4000万円もする超高級車だったそうです。ここからは皆さんご存知のアントニオ猪木さんとジャイアントババさんとの関係についてご紹介します。力道山さんの弟子として知られているこのお二人ですが、尊敬するといった関係性とは程遠い仕打ちを受けていました。まずジャイアントババさんが
当時アメリカでスターレスラーとして活躍している頃、力道山さんがアメリカの選手を呼ぶためにお金を貸してくれとお願いしてきたそうです。恩師である力道山さんからのお願いということもあり、証書などは作らずお金を貸したのですが、力道山さんはそのまま借金を踏み倒したそうです。その額は数千万円と言われています。さらに力道山さんは公の前でジャイアント馬場さんに対する悪口なども言っていたそうです。後にジャイアント馬場さんは人間としては何一つ良いところがない人でしたと発言しています。続いてアントニオ猪木さんとのエピソードはさらに壮絶なこととなっています。あまりにも多すぎるので簡単にまとめていきます。一緒に乗っていた走行中の車から突き落とされる。クルーザーに乗せられた後、海の真ん中で放り出され泳いで帰らせる。汽車で移動中にうたた寝をしていたところ、腕に火のついた葉巻を押し付けられる。ヤクザの前で一升瓶の酒を一気飲みさせられる。名前で呼ばず顎呼ばわりされ続けた、などあり、本人が一番屈辱的だったと言われているのが、大勢のファンがいた巡業先の旅館の玄関にて靴の履かせ方が悪いと靴べらで殴られたことだったそうです。後にアントニオ猪木さんは力道山先生のような弱い者いじめはしないと発言しています。そんな力道山さんの最後は赤坂のナイトクラブ三浦テンクォーターで暴力団であった村田勝氏と足を踏んだ踏まないといったことで口論となり、馬乗りになって殴打したところ下からナイフで腹部を刺されたそうです。しかし自ら持ちかけた喧嘩ということもあり、警察沙汰にはせず知り合いの医師の勤める病院に入院することとなります。手術は無事に成功しますが、再び体調悪化し12月15日に可能性腹膜炎で39歳の若さで死去したと言われています。ただこの死因については他にもあるとされ、2度目の手術の際に麻酔科医が気道確保に失敗して窒息死したといった医療事故説も存在しているそうです。力道山さんの死因については未だに真相は謎のままとなっているようですね。いかがだったでしょうか。プロレス界の父として有名な力道山さんでしたが、人間性は褒められたものではなかったですね。そんなしごきにも耐えたジャイアント馬場さんは亡くなられていますが、アントニオ猪木さんはご存命で現在闘病生活を送っています。非常すぎるしごきにも耐えたアントニオ猪木さんですから、病気なんかには負けずにこれからも生き抜いてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価もぜひお願いします。